はいどうも皆さんこんにちは、こちゃの映画ラジオの時間です。本日は6月24日に公開されたベイビーブローカーについて解説考察をしていこうと思います。そして父になる万引き家族などを手掛けた是枝裕和監督の最新作、第75回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に4年ぶり6回目の選出となった作品で、前回の万引き家族はカンヌ国際映画祭の最高賞パルムドールを受賞した傑作として知られています。そして本作ベイビーブローカーも前作同様素晴らしい評価を受けています。ワールドプレミアとなる公式上映終了後は12分にも及ぶスタンディングオベーション、パラサイト半地下の家族で世界的に評価を高めたソン・ガンホは今作で韓国人初となる最優秀男優賞を受賞、さらにコンペティション部門の出品作の中から人間の内面を豊かに描いた作品に贈られるエキュメニカル審査員賞を受賞し、日本人監督作品では歴史上4作品目となりました。ベイビーボックスをきっかけに人身売買と養父母探しの物語で万引き家族との類似点を多く持つ家族を描いた作品でもありました。是枝監督らしい心情描写と美しい映像はもちろんのこと、重くなりがちなテーマを作品として完結させる手腕はさすがとしか言いようがありませんでした。しかし所々難しい展開や謎が残るシーンがあったため、この動画ではそれらシーンにおける個人的な解釈や考察を紹介することで作品への理解度が深まるきっかけになればと感じています。ネタバレありとなりますので鑑賞後の方に見ていただければ嬉しいです。前置きが長くなってしまいましたが、それではやっていきましょう。ソヨンはベイビーボックスにウソンを預けることはせずにその手前に置いて立ち去りました。あの状態で一晩過ごすと死に至る危険性もあるため、行為としては矛盾していることになりますね。なぜそんな矛盾を感じさせる行為に至ったのか、それはウソンの母がソヨンだとバレないようにするためです。ベイビーボックスではボックス内に赤ちゃんを入れた際にセンサーが感知して、その場で職員が保護し、可能であれば子供を捨てた母親もしくは父親と会話できる仕組みです。しかしソヨンの目的はウソンを殺人犯の子供にしないこと、つまり身元不明で保護してもらうことです。防犯カメラなどがある可能性もあるため、なるべく身元がわからないようにボックスの前に置いたわけです。とはいえあの状態でスジン刑事が気づかなければ本当に亡くなっていた可能性もあるので、かなりリスキーな選択と言えるのではないでしょうか。ちなみにソヨンはウソンの父親を殺していますが、現場の状態から事故に近い殺人だったと思われます。ソヨンにとっては思いがけず殺人犯になってしまったため、まずは子供を逃がすことを最優先したのでしょう。後日引き取りに来ているため、捨てるという行為そのものが情緒不安定な状態だった可能性も大いにありますね。本作に出てくるベイビーブローカーはクリーニング屋を営むサンヒョンとその相棒ドンスの2人です。しかし実は彼らこの映画を通じて子供の売買取引を成立させておらず、お金ではなくウソンにとってソヨンにとって本当に最高の養父母を探すことが目的に変化しています。しかしこの映画にはもう一人のブローカーが存在しています。そうです、ブローカーを逮捕しようとしているスジン刑事ですね。彼女はブローカーを現行犯逮捕するため誰よりもウソンの人身売買を望んでいたんですね。同じ刑事の相棒であるイ刑事から指摘され、自分がブローカー側になってしまっていたことに気づきますが、この事件に異常な執着を抱き、そして母であるソヨンに対して異常な嫌悪感を抱いていました。ここからはあくまで考察ですが、スジン刑事自身が赤ちゃんを授かることができない体なのかもしれません。だからこそ赤ちゃんを産んだにもかかわらず捨てるという選択をしたソヨンを許せなかったのでしょう。赤ちゃんのことばかり考えすぎて母親のケアは全く考えられなかったスジン刑事ですが、韓国の実態としてそれがリアルな状況だと思いますので、社会的アイコンとしてスジンを描いていたのではないでしょうか。疑似家族の大黒柱であり、自身も本当の家族と決別していたことが明らかになったサンヒョン。彼は最後に疑似家族とも決別し、ウソンを狙っていた知人の子供を殺害するというとんでもない行動を起こし、そこに4000万円を置いて姿をくらましています。行動を起こす前に彼らに私はもう必要ないという言葉も残しています。ソン・ガンホはパラサイト半地下の家族でも似たような行動をとっていましたが、なぜこのような行動に至ったのでしょうか。理由は2つあると考え
えています。一つ目は本来の家族から正式に拒絶され、お金を貯めて守るものがなくなったということ。サンヒョンは借金を抱えたことで妻と娘と別れてしまったと思われます。その借金を暴力団的な人たちに返すためにベイビーブローカーとして働いていました。しかし本来の家族は新たな父親を迎え、新たな子供を授かり、ソンヒョンは不要な存在になりました。お金を貯める目的もなくなりましたし、借金をしていた暴力団的な人たちに気を使う必要もなくなります。それゆえここまで大胆な行動を起こすことができたのでしょう。2つ目は新しく守るものができたからです。ウソンにとっていい養父母を探す旅の中で、他人だった5人はまるで本物の家族のようになり、相棒だったドンスもウソンとソンヨンを守る覚悟が少しずつ芽生えてきました。そんな新しい家族に迫る脅威は、ウソンの父の正妻である女性と彼女が雇った暴力団的な人たちです。そのような状況でサンヒョンが最後に彼らを守るために暴力団の一員である友人の子供を殺害し姿をくらましたわけです。これら2つの理由から彼らに私はもう必要ないという言葉の意味も納得感がありますよね。さらにベイビーブローカーとしてより良い親を探していくことを善意と信じ行動していましたが、旅の過程で本当の親であるソヨンの変化や相棒のドンスの変化なども感じたことから、そもそもベイビーブローカーとしての自分も不要と感じて、そのような意味もあのセリフに含まれていたかもしれません。以上でベイビーブローカーの解説考察を終わっていきます。今回はあくまで解説考察の動画だったので、個人的な感想はそこまでお伝えできませんでしたが、この作品のメッセージを伝える上で重要な役割を果たしていたのは、旅の途中で合流した養護施設へ育った男の子ヘジンの存在だったと強く感じましたね。テーマがなかなかに重いので映画全体のトーンも普通は暗くなりがちですが、ヘジンがムードメーカーとして疑似家族をつなげていましたし、家族がつながる重要ような瞬間、例えば洗車でびしょ濡れになるシーンやベッドで生まれてくれてありがとうというシーンは全てヘジンがきっかけで発生した事象です。まさに名シーン製造機ですね。是枝監督は実は子供が輝く物語を作るのがすごく上手な監督なので、今回もそんな一面が光った作品でしたね。また日本×韓国というグローバルなチャレンジが実を結んだ、そんな印象を受けた作品でもありましたね。もっともっと日本映画の枠にとどまらず、グローバルな映画に意欲的にチャレンジしてほしいですね。以上でこの動画終わっていきます。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、いいねお願いいたします。それではまた次の映画でお会いしましょう。バイバイ。